どうもこんばんは、もこうと申します。はい、今回久しぶりにね、後輩くんと、ちょっとね、バトルするんですけどもね。はい、彼なんか、あれですね、アイコンがモロディガじゃなくてうずきくんになってますね。うずきくんというか、うずきちゃんになってますね。で、今回やるのは、ちょっととあるね、生放送の番組にね、ちょっと出させてもらった時にやったルールで、結構すごい面白いなと思ったのがあったので、それをちょっと普通に対戦もやっていこうと思います、後輩くんと。はい。3コスト以上カード縛りでございます。3コスト以上のカードを、入れて、デッキを構築して戦うっていう。だから必然的に1、2コスが入ってこないんで、まあ、結構コントロール同士の対決になってくるのかなと思っております。はい。はい、対戦よろしくお願いします。別の部屋で後輩とやってる。あ、ロイヤルじゃないや。ロイヤルか、相手。さあ、高校を取っていく。別の部屋で実況をお互いしてるから、若干漏れた後輩くんの声が、マイクに入ってるかもしれませんけども、まあ僕は聞こえてないんで大丈夫。もうだからなんだこれ。まあでも逆にこの手札でもう 1,2 コス出てこないって考えたら、しかもロイヤルで 1,2 コス出てこないって結構致命的だと思うんだよな。なんでロイヤル選んだんだろう、あいつ。オッケー。まあ4ターン目から一応動けるって感じか。4、5、6、7はまあ一応動ける。まあもちろんここでね、2ターン目でなんかできたらちょっとさすがにビビるんだけど。さあ。あー、やっぱノビソルーパー入るよな。やばい。やばい。もういきなり事故ってますやん。あー、フォアパラか。このフォアパラきつい。ちょっと待ってくださいね、これ。どうしよう、ターン終了。いやだ、さすがに進化で取りて、いや、ノービスト取りたかったな。いや、でもさすがやっぱ進化切らなあかんな、これ。全然アグロ気味に組んでる可能性もあるから、1、2コストが立てないとて。さあ、これで一応盤面的には、2、2対4、4で有利に見えるけど、ロイヤル側が、5ターン目。まあ、このルールやったらもう多分5コスかなり強力なこと、カード多いからね、ロイヤル。アルベール、アドバンスブレーダーと、オーレリア、その他もろもろ。あー、やっぱオーレリア来るよな。いや、進化切るか。まあ、武闘ですね、次。武闘します。さすがにこれはちょっと武闘打たないとき間に合わない。ん？ルーキーネクロマンサー。いや、武闘でいきます。さあ、そして1ターン目2ターン目と何もできてないんで、死の祝福を出すための ネクロマンスがちょっと足りてない。うわ、アルビダか。うわ、ちょっと待って、やばいんじゃねこれ。やばくねこれ、普通に。あ、ヒーリングエンジェルか。ちょっと待って、回復せんとやばい気がする。ヒーリングエンジェル進化して、こういってでこうかな。こいつ意外と2、3やから使いやすいな。さあ、ここまでしのげばあとカムラ出せるし、カムラ出すまでの辛抱やな。カムラ、あとはやっぱり死の祝福をちょっとエンハンスじゃない、ごめんなさい、ネクロマンスで出せれば強いけど、フロントガジェネル、まあまあ、でもこれはワンチャン、これはワンチャンセーフ。オッケー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 。買おうか。どうしようかな。カムラ、出します。まあちょっとオーディン来たらきついですね。オーディン来たら、てか負け。オーディン来たら負け。オーディン来たら負ける。オーディン来たら負けるから、正直芯から取ってもよかったかもしれんけど、どの道変わんないんですよね、ここ。ないことにかけてやっぱ回復して、有利な状況を取り返さないと、これもうどうしようもないから、進化でフロジェネを取るのはあんまり得策ではなかったと僕は思います。てかやっぱカムラは進化させるもんじゃない、ほんまに。
ただそっと置くだけのカード、相手結構悩んでるから、ここはまあオーディンは多分ないと思いますね。オーディンは来ないはず。何やった今の時間、覚悟はいいです。何やった今の、お前ほんま。私は盟友たちを信じている。叫んだマジで。はい、先ほどと同じデッキで2戦目やっていこうと思います。いやでもある程度デッキがバレてるからね、まあオーディンがあるって分かれば次のちょっと攻め方は変える必要がある。これは全マリガンにします。まあ魂の再利用ファントムハウルコンボが使えるから悪くはないけど、3ターン目に出せるカードではないですね。これはこのネクロエレメンタルはね、1コス2コスが出ない中であんま入れる必要なかったかなとは正直思うけど、 OK いいですね。闇の従者エレメンタラー、あまだコア従者から、あごめんなさい、ターン終了。この再利用が本当に結構キーになってくるかなとは。おお3コス出せないんや相手。この子たちの声が聞こえる。OK、さあ今度相手が高校なんで、どう来るか。相手のデッキホワイトパラディン入ってたから、ホワイトパラディンはここ出しにくいはず。フローラルフェンサーが来ても11のナイトは取れるから、うん、ネクロエレメンタルはまあ悪くないんじゃないか、悪くないんじゃね。進化せずに素出しか、進化せんで素出し、なちょっと待って、武闘切ってもいいかもな。ラストワード相手フォロワー全てに1ダメージ、ちょっと武闘切るか、で全部顔で。ある程度ネクロマンス貯めたら再利用出して次のターンファントムハルみたいな感じのムーブでいければ、まあ手札に多分困ることは今後なくなってくるかなと思います。この方エボロブ環境じゃ、まあ割と見てんけどな。この姿を見て侮るなよ。隊長任せてください。これで決めます。え、モニカ進化で子供扱いをするな。あー注射取るん、あーなるほどね、あーそういうこと、あーうまいうまい、これはうまい、これはうまい。せやな、したらまあ地獄の解放するものを出して、こうですね。今のところあのウルーズとか使えたらもうより強かったんけどな。アルビダ、お進化一気に来るか、欲しけりゃ奪う、それが流儀だ。なるほど、モルディガ引いていく。したらここはさあ食らってくれ。ちょっと待ってな、再利用出しちゃいますか。再利用出します。出しましょう。さあ、
食らってくれ。でこう言って三円ハンス使って OKOK、 これでもうドローに困ることは遠くなくなった。肉取ってでこういってリッチ進化で54取るか。お姉、命とは格好素晴らしい。 OK、 こうなるとこの新タイムショーの再利用あんまりいらなくなってくんねんな。要はこれでもう毎ターン2ドローできるわけなんで、忍ぶと、はいはいはい、いやここに使ってくれるならもう OK。 さあお出ましや、モルディカイ、モルディカイ、もうタイムショーの再利用もういらへんわこれ。でも相手オーディン入ってんだよな。あーもう切り返してくる。まあ、別にいいっす、いいっす、いいっす、全然いいっす。ドロー強いからこっち、なんぼでもオーリン出せる。オーリンじゃない、オーバーも引いたけどここは出しにくいな。なるほどね。ちなみに、ちなみにこのデッキ、ね、バハとか入れてるけど、そのコスト制限を活かしてネフティスも入れているんですよ。ただちょっと今引けてないっていうのがある。ヒューエンジェル、まあ武闘突きとくか、ちょっと怖いし、あんま切る意味なかったかな。確定条件はもうちょっと大事に取っといた方がよかったかな。あーこれはうまい、これうまいっすね。覚悟悲しき、どうしよう。ちょっとここでバーはもったいないわ。で闇の重者ネフティスヒーザー、よしこれで次カムラ引きたいな。ただ、ただ、この3点、また食らっ、顔にまたダメージ食らっちゃうんで、それはちょっと辛い。やっぱりちょっと武闘はどっかで温存したかったっすね。武闘はどっかで温存したかった。この俺です。まあ、もうさすがにもう次バハムトやな。ここで俺ら進化来てこい、来てこい、来てこい。進化来てこい。進化来てこいや。おーし、オッケー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 、いい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 、どうしよっかな。でもこれね、バハ出すと、バハ出すと何がいけないかって言ったら、何がいけなかったってアルベールで終わるんすよね。アルベールで終わるんすよね。バハ出しちゃうと他にも出せるカードなくなるから、ジャスト進化いって1個残ってて10点やし、うんって考えれば、まあかといってやっぱファングスレイヤーは取りたいカード、全員突っ込ませるか、これ全員突っ込ませます。ちょっと待てよ、まあ、とりあえずバー出すにしても一回突っ込ませてから考えようか。でこうやってどうしようかな。ネフティス出すんや、ちょっと待て、ネフティス出すんやったら、ちょっと待てよ、待てよ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 、やばい、いやもういいや、バハ出そう。いやそんな都合よくアルベール持ってへんと思うけどな、さすがに。でお
持ってるんかーい。負けちゃったけど楽しかったな。後輩さん、はい、もう一戦だけお願いできませんか。あ、すいません、お願いします。ということでですね、ちょっと後輩にもう一戦だけちょっとお願いいたしました。さすがにこれじゃちょっとメンツが保たれないんで、ちょこれじゃメンツ保たれねえだろうがおめえ。一勝ぐらいさせてくれや。てかね、一戦目も二戦目もね、オーディンをね、うまく疲れすぎなんだよな。あ、これは、これ悪くない。うん。てか、再利用ってやっぱ結構盤面を埋めちゃうのかな、辛いところあるよな。まあいいでしょう。お、いいっすね。解放者ウルス。序盤でもう一気に盤面制圧して決めるっていうのはありだな。もちろんエレメンタルいきます。聞こえる。さあ戦場をかけましょう。痛い。へえ。僕の蜘蛛を使う。ワンマンの蜘蛛を使う。聞かせてあげる。ノーブストリーにこいつ取るかと思ったら厄介やろ。厄介じゃないこれ。あ、そっか、いや、これ、それダメじゃね。あ、でもそっか、それでリーチ取んのか。いや、でも、それやるん、それリーチ取ってきたら次ネクロマンサルでも全部除去できるよ。うん、これちょっと相手どうなの。おい、後輩よ、これどうなんだ、この、この選択どうなんだ。4-4取った次もこいつ殴るだけで全員飛ばせんじゃん。あー気づいたか。なるほどね。よし、いいでしょう。したらここ、あ、ちょっと待って、ここそしたら、ちょっと待ってな。命とは核も素晴らしいか。砕かれろとは。で次できればウルズに闇の従者、闇の従者にウルズ使いたい。マジで。ああなるほど、なるほど。ちょっとやってくれてるやん、さっきから。まあいいよ、8ターン目ネフティス出すわ、俺頑張って。このデッキちょっと10コスも結構入ってんねんな。戦場をかけましょう。モービスとシーフ、はい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 。なるほどね、オッケー。ここは死の祝福でいきましょう。ターン終了で進化権温存していくスタイル。で、全部破壊されたらネフティス行きます。血の息ってみせよ。あ、ってことはこれ守護破られないな。覚悟はいいです。私は盟友たちを信じている。なるほどね。ちょっとここ一旦待ちましょうか。
いや、ちょっと待てよ。いや、ここはやっぱネフェス出したい。踊れ魂よ、わらわの名のもとに。お、お、いい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 。バーが消えたの痛いけど、44が、オッケー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 、44を2枚。8コスの442枚、しかも相手フォロワー抱え、自分全回復っていう。今のネフテス18コスぐらいの価値あっただろう。さあ、そしてリッチを進化させて取っていく。ワンチャンオーディンをこいつとかに使ってくれれば嬉しいねんけどな。いや、今の当たりやったな。今のネフティスガチャは当たりやったわ。いや、この場面あえて苦しいはずやぞ。忍ぶ刀で、まあ、64倒す。ここはパラー、なるほどな。で、多分リッチやな。ここはパラでリッチでしょ。重厚なる盾を見よう。なんで。まあわかる、まあわかる、まあわかる、まあわかる。ここ再利用いきます。で、ハンドも入る。許さぬ、許さぬ、許さぬ。憎い、憎い。何かと思って。で、アルベールちょっと怖いし、ここはこう盤面行く形でいいかなと。さあ、これでドローは強くなっている。うわー、やっぱ入ってんのか、アルベール。続きはメイクで。痛いよ、痛い。なるほどな。ウルズ、まあ武闘と、うん、武闘でルーキーネクロマンサーで取りましょう。これもうモルディカイにウルズ全部使えるねん。光線時なので相手にドローされますと。これモルディカイを増やしてくれと言わんばかりの手札やな、これ。うわー、うわ、ちょっときついぞこれ。ちょ、きつないかこれ。あれ、あれ、ちょっと待って、きつない。取れへんやん。え？何が孤独？痛い。負けちゃったけど楽しかったな。